もう関わらん方がいいよ。特にあの娘にはな。相変わらずしけたの食ってんな。亭主、金は置いていくぞ。毎度どうも。このテーブルはパトリス様のご指定だ。どけ。はい。さ、パトリス様こちらへ。おやじ、酒だ。酒持ってこい。あ、はい。食い物もだ。店で最高のものをな。とは言っても大したものはないがな。この店でいいのは給仕女だけが。それは言える。早く釈放せんか。はい。おいしい。おお、大した金額だ。ではもらっていくぞ。待て、まだこの女を売るとは言っていない。銀貨が不足か。ならいくら金を積まれようともこの女は売らん。行こう、ディア。はい。貴様、仕上がりやがって。うっ、うっ、うっ、行くぞ。ケイン、お待ちなさい。何か。あなたはそのしもべにそれほどの価値があるというの。価値？違うな。ディアナは俺のすべてだ。たとえ一国の王位と引き換えても、こいつを手放す気なぞない。たかがしもべ風情に。お嬢さん、あんたにはまだわからないだろう。人の心が金で買えると思ったら、大間違いだ。お金で自由にならないものなんかないわ。そうか。ならば自分に値段をつけてみるがいい。